アクシャイクマールはインドのボリウッドで活動する俳優、映画プロデューサー、マーシャルアーツ指導者。1990年代に最も成功を収めたボリウッド俳優の一人であり、100本以上の映画に出演し、そのうち52本の映画が工業的な成功を収めている。この実績により、彼はボリウッドで最も人気のある俳優の地位を確立している。 また、スタント俳優としても活動しており、出演作の多くで危険なスタントを行うことから、インドのジャッキー・チェンと呼ばれている。2009年に、ハリオーム・エンターテインメント、2012年に、グレイジング・ゴート・ピクチャーズという2つの映画制作会社を設立している。2019年に、世界で4番目に出演量が高額な俳優に選ばれており、 インドで最も出演量が高額な俳優にも選ばれた。アクシャイクマールとナレンドラモディパンジャーブ州アムリトサルのパンジャーブ人ハリオームバティアとアルナバティアの息子として生まれる。父はインド陸軍の将校だった。アクシャイは幼少期からスポーツに興味があり、父もレスリングを好んだ。彼は幼少期をチャンドニーチョークで過ごし、父が ユニセフの会計士として活動するため退役したのに、合わせてムンバイに移住した。直後に妹が生まれ、一家はムンバイ中心部のパンジャーブ人居住地域、グルテーガ・バハードル・ナガルに移った。アクシャイはドン・ボスコ高等学校に入学し、同時期に空手を学んだ。その後、グルナナック・カースラ芸術、科学、商業大学に進学したものの、 勉学に興味が持てずに退学している。アクシャイは父にマーシャルアーツを学びたいと伝え、父はアクシャイを太陽国に留学させるために資金を工面した。その後、彼はバンコクに5年間留学して、ムエタイを学んだ。妹にはアルカバティアがいる。アクシャイは10代の頃、父から将来の夢について聞かれ、その時点で俳優になることを伝えていた。 インドにいる間に、テコンドーの黒帯を取得しており、バンコクでムエタイを学んだ後は、シェフウェーターとして働いた。タイ王国で働いた後、アクシャイは、コルカタの旅行代理店、ダッカのホテル、デリーなどでジェリーを販売した。ムンバイに帰郷後は、マーシャルアーツの指導を始めた。この間、文化生の父親である、モデルコーディネーターが、モデリングの候補として、アクシャイを推薦し、彼は、 タグのショールームのモデルに抜擢された。彼は撮影に参加した2日間でマーシャルアーツ指導者としての月給を上回る収入を得たことでモデルの仕事を選んだ。彼は最初の撮影のためにジャーヤ出室の助手として18ヶ月間働き、同時に映画のバックグラウンドダンサーとしても働いた。ある日、アクシャイはバンガロールでの広告撮影に向かう飛行機に乗り損ね、 失望した、彼はそのままポートフォリオを携えて、映画スタジオに向かった。その夜にプラモードチャクラボルティのディーターの主役に起用された。アーミル・カーンとアクシャイ・クマール1991年にソガンドで主役に起用され、ラキー・グルザール、シャンティプリヤーと共演した。同年8月にはダンサーに出演し、同作は批評家から酷評された。 1992年にアッパスイコールムスタンのキャラディに出演し、同作で演じたラージ・マルホートラは彼にとってのブレークスルーロールとなった。同年4月には007シリーズに基づいたラージ・エヌ・シッピーのミスター・ボンドで主役を務め、8月にはディーターに出演するが、興行成績は振るわなかった。1993年にはビシュヌ・ビジャヤでビシュヌ・バルダン。 アシュイニー・バーベ、アーシュト・シュラーナーと共演したが、この年に出演した作品は、すべても、工業的には振るわなかった。1994年は、名演キャラディツアナなり、モーラで、警察官を演じ、モーラは、同年最も工業的に成功した映画の一つとなった。同年5月に、イエディラギーで、カジョールと共演し、フィルムフェア賞最優秀主演団優勝。 スタースクリーンアワード最優秀主演団優勝にノミネートされた。この他にも、スーホグ、エロンでも成功を収め、アクシャインはこの年最も成功を収めた俳優の一人となった。1994年に出演した長編映画作品の本数は11本だった。1995年に梅修名らの、ソブセバダキャラでで一人に役を演じ、工業的な成功を収めた。 1996年には、キャラディシリーズの第4作、キラディーンかキャラディデレイか、ラビーナ・タンドンと共演し、工業的な成功を収めた。しかし、アクシャイは、同作の撮影中に負傷し、アメリカ合衆国で治療を受けている。1997年にヤシュラージ・チョープラーの、ディルツパガル・ハイで、シャールク・クカーン、マドリ・リークシと、カリシマ・カブールと共演し、 フィルムフェア賞最優秀女演団優勝にノミネートされた。同年10月にデビット・ダワンのミスターミスス・キャラディでジューヒー・チャウラーと共演したが、同作は過去のキャラディシリーズと比べて工業的に大きく失敗した。次の出演作も工業的に失敗し、アクシャイのキャリアは大きく後退した。1999年には、 インターナショナルキャラディでトゥインクル・カンナーと共演したが、工業成績は平均的な結果に終わっている。続いて出演したサンハーシュ・ジョンボーでは演技を批評家から絶賛された。サンハーシュの工業成績は振るわなかったが、ジョンボーは工業的に成功を収め、アクシャイのキャリア復活の契機となった。エトロス撮影現場でのプリアンカー・チョープラー。 アクシャイ・クマール、カリーナ・カプル、ウェルカム撮影現場でのアクシャイ・クマール、カトリーナ・カイフ・ミス・インドのイベントに出席するアクシャイ、クマール2000年にプリア・ダルシャンのヘーラー・フェリでパレー・シュラーマル、スニール・シェッティと共演した。同作は、マライア・アーラム語映画、ロムジー・ラオ・スピーキングのリメイクであり、工業的に大きな成功を収めたことで、アクシャイのキャリアのターニングポイントになった。同年8月には、 ダルメシュダルジャンのダドキンした。同作の興行成績は平均的な結果だったが、アクシャイの演技は高く評価された。rediff.com は、アクシャイをディレクターズアクターと表し、彼が自分の役に必死に取り組んだことは明らかであると批評している。同年12月に出演したニーラジボラのキャラディ420では滑走する飛行機に飛び乗り、1000フィート上空を 飛行する飛行機の翼に立ち熱気球に飛び乗る、スタントを行った。2役を演じたアクシャイの演技について、パラン・アダルシュは、彼は暗い影のある役を見事に演じたが、後半はナンパなものになりました。それにもかかわらず、キャラディ420は彼にとって、最高のパフォーマンスの一つですと批評している。2001年にスニール・ダルシャンの、E ・クリック、ザ・ボンド・オブ・ラブに出演し、 演技を高く評価された。同年9月に出演したアッパスイコールムスタンのアジュナビーでは悪役を演じ、サリタタンワルは彼はバッドガイを見事に演じたと批評している。アクシャイは同作の演技でフィルムフェア賞最優秀悪役賞、国際インド映画アカデミー賞最優秀悪役賞を受賞した。2002年にダルメシュダルシャンのハーメン BP ハーキアに出演し、 同年4月には、ブラインドミッションで、アミターブ、バッチャン、アルジュンラームパール、アディティアパンチョーリ、スシミタ、セン、パレーシュラーワルと共演し、アクシャイは、演技を高く評価された。同年6月にビクラムバットの、アワラパゲルデイワナに出演し、rediff.com は、ヘーラーフェリー、イークリクザ、ボンド・オブラブ、 ブラインドミッションの演技で見られた誠実さと迫力が欠けているように見えると批評している。同年8月に、ラージクマールコーリのジャーニー・デュ・ショマン、イークのキカハニで、マニー・シャコ・イララ、スニール・シェッティ、サニー・デオール、アーフター・ブ・シブダー・サーニー、アルシャード・アル・シー、アディティア・パンチョーリ、アルマーン・コーリと共演した。同作は、ラージクマールコーリが1976年に、 制作したナギンのリメイクであり、批評家からは酷評された。タラン・アダルシュは、ムニシコーリとアクシャイクマールのみがインパクトを残したと批評している。2003年にスニール・ダルシャンのタラッシュ、ザ・ハント・ビギーズでカリーナ・カプールと共演した。タラン・アダルシュは、アクシャイクマールは平凡な凡人です。その役は彼に、 他の異なる事柄を試す余地を与えなかったと批評している。同年5月にラージカンワルのアンドスデプリアンカー・チョープラー、ララだったと共演した。同作は賛否両論となったが工業的に大きな成功を収めた。2004年にラージクマール三頭資のコッキーでアミターブ、パッチャン、アジャイ・デーブガン、アイ・シュワリア・ラーアイと共演した。の演技は高く評価され、 フィルムフェア賞最優秀女演団優勝にノミネートされた。同年5月に、ポリスフォース、アン・インサイド・ストーリーで、ラビーナ・タンドン、アムリー・シュプリー、ラージ、バッバルと共演したが、主演女優のラビーナ・タンドンとアクシャイが意見対立したため制作が遅れた。同作は批評家から酷評された。同年6月に、マドゥール・バンダルカルのアーン、メン・アット・ワークで、 警察官を演じ、7月には、デビッド・ダワンの、ムジセ・シャージ・カロギで、サルマン・カーン、プリアン・カー・チョープラーと共演し、同作は、肯定的な評価を得た。タラン・アダルシュは、アクシャイ・クマールは典型である。彼は、以前の作品をしのぐ仕事をした。彼のタイミングは素晴らしく、彼の悪を運び去るパーソナリティは、今後数日の間に人々に語られるだろうと、批評しており、アクシャイは、 フィルムフェア賞最優秀女演団優勝、フィルムフェア賞最優秀コメディアン賞にノミネートされた。この他に、エトロス、メリビウィーカ・ジャワブ・ナヒーンに出演している。エトロスでは、プリアンカー・チョープラー演じる女性上司に、無実のセクハラの罪で訴えられる男性を演じた。同作は、コービー・ブライアントのレープスキャンダルに着想を得て制作されており、 アクシャイは出演した映画の中で最も大胆な作品だったと語っている。メリ・ビウイ・カジャワブ・ナヒンではシュリ・デビと共演しており、1994年に撮影が始まり2004年に公開された。2005年にダルメシュ・ダルシャンのビワファでカリー・ナ・カプールと共演した。同作は賛否両論となったが、アクシャイの演技は高く評価された。アヌパマ・チョープラーは、 カリーナ・カプールとアクシャイ・クマールが突出していたタラン・アダルシュはアクシャイ・クマールはグローブのように彼にフィットした役をうまく演じていると批評している。同年中旬にベッド・ザレース・アゲンスト・タイム・ガラム・マサラに出演した。ベッド・ザレース・アゲンスト・タイムではアクシャイの演技は賛否両論となったが興行的には成功を収めた。ガラム・マサラでも 工業的な成功を収め、フィルムフェア賞最優秀コメディアン賞を受賞している。同月下旬には、令和ネアパゲル、ドースティ、フレンズフォーエバーに出演し、両作とも好意的な評価を得ている。2006年初旬は、ファミリー、ミア・ジーブン・ソティ、ハンコ・デーワ・ナ・カルゲに出演し、同月6月には、ピア・ヘイラ・ーフェリに出演し、工業的な成功を収めた。同年10月に、 ジャーニーマンで、サルマン・カーン、プリーティ・ジンタと共演した。同作は批評価から高く評価されたものの、工業的には振るわなかった。同年12月には、ボグム・ボグに出演し、rediff.com は、悪者シを、リアルなヒーローと批評しており、工業的にも成功を収めた。オーマイ・ゴッド・の素性撮影現場でのパレッシュ、ラーワル。 アクシャイ・クマール、ラウディ・ラトアプロモーション中のソーナーク・シー・シンハー、アクシャイ・クマール、プラブ・デーバ、ナハ・ボリー・イエーゴプロモーション中のカージャル・アグルワール、アクシャイ・クマール2007年は、アクシャイのキャリアの中で最も成功した年であり、工業収入アナリストは、4本の記録的ヒット作と失敗作ゼロを記録し、おそらく俳優のキャリアの中で最高の年であると指摘している。 この年最初に出演したビプル・アムルトラール、シャーのノマステ・ロンドンは工業的な成功を収め、アクシャイはフィルムフェア賞最優秀主演団優勝にノミネートされた。タラン・アダルシュは映画の凄まじい描写により数百万人の心をつかむことは間違いないでしょうと批評している。また、カトリーナ・カイフとの掛け合いも高く評価されており、 The Times of India の日カとカーッズ・ミーは二人の掛け合いを爽快と表現している。続いて出演した Hey Baby ブール・ブーライアも工業的な成功を収めた。アクシャイは両作でビディア・バランと共演している。同年12月に出演したアニーズ・バーズ・ミーのウェルカムはブロックバスターを記録し、アクシャイ主演作の5本続けてのヒット作となった。また、 この年に公開されたアクシャイ主演作はすべて海外市場でも工業的に成功している。同年11月にはファラーカーンの恋するリンネオームシャンティオームにゲスト出演した。2008年にビジャイ・クリシュナ・アーチャールヤのタシャンで11年ぶりにヤシュラージ・フィルムズ制作作品に出演した。同作はボリウッド・ハンガマの世論調査では今年最も期待される映画に選ばれ、 国内工業収入は2億7900万ルピーを記録した。同年8月にアニーズバズミーのシーン・イーズ・キングでカトリーナ・カイフと共演した。同作は工業的に大きな成功を収め、公開発週の工業成績は恋するリンレオーム・シャンティオームが維持していた記録を更新した。同年12月にはアニメーション映画ジャンボで声優を務めた。 同年7月からは、テレビ番組、フィアーファクター、カッテロンケギャラディで司会に選ばれ、2009年の第2シーズンまで務めた。2009年に、ニキル・アドバーニーの、チャンドニー・チョーク・トゥ・チャイナ・デディ・ピカ・パード・コーンと、共演したが、同作は批評家から酷評され、工業的にも失敗している。同年4月に、ナゲシククノールの、8X10 スビアに出演した。同作は、 工業的には失敗したが、アクシャイの演技は高く評価され、スターダストアワード最優秀主演男優賞を受賞した。同年7月には、サビール・カーンのスタ・ローニイン、ハリウッド・トラブルに出演した。同作は、ロサンゼルスのユニバーサル・スタジオ・ハリウッドで撮影された、最初のインド映画となった。批評家からは酷評されたものの、工業収入は8億5000万ルピーを記録している。 同年10月に出演したブルーも批評家からは酷評されたが、工業収入は4億2000万ルピーを記録している。同年11月にプリアダルシャンのでダナダンに出演し、同作は賛否両論となった。2010年にサジードカーンのハウスフルに出演し、同作は当時の歴代オープニング週末工業成績第2位を記録した。 同年7月にプリアダルシャンのカター・ミサに出演したが、批評家からは酷評され、工業収入も平均的な結果に終わっている。ラジーブ・マサンドは、同作を統合失調症映画と表現している。同年11月に出演したアクション・ディープラは、工業的に失敗し、批評家からも酷評されている。同年12月に出演したティス・マー・カーンも、興行的に失敗し、 批評家からも酷評された。2011年初旬は、プティアラハウス、サンキューに出演し、11月には、ローヒト・ダワンのデジ・ボーイズで、ジョン・エイブラハム、シトランガ・ダーシン、ディー・ピカ・パード・コーンと共演した。また、同月公開の、ブレイクアウェイではプロデューサーを務め、トランスフォーマー、ダークサイド・ムーンのヒンディー語吹き替え版では、オプティマス・プライムを演じた。 ラウディラとはプロモーション中のアクシャイクマール、ソーナークシーシンハー2012年にハウスフルの続編、ハウスフル2に出演した。同作は賛否両論となったが、工業的に大きな成功を収めた。また、海外市場でも成功を収め、ニュージーランドではボリウッド映画史上最高額の工業成績を記録した。同年6月にプラブデーバのラウディラとアで、 ソーナークシー・シンハーと共演した。同作は13億ルピー以上の工業収入を記録するブロックバスター映画となり、両作とも工業収入10億ルピー以上を記録した。ハウスフル2ではアクシャインの演技が高く評価された。同年8月にジョーカーに出演した。同作はアクシャインの100本目の出演作と宣伝されたが、 彼自身は100本目は別の映画だったと語っている。同年9月には、オーマとゴッド神への訴状で、パレーシュラーワルと共に、プロデューサー、主演を務めた。同作は口コミで人気を集め、スーパーヒットを記録した。同年12月に出演した、キャラディ786は、批評家から酷評されたが、国内興行収入7億ルピーを記録する、セミヒットとなった。 2013年にスペシャル26に出演し、同作は好意的な評価を集め工業的にも成功している。同作は、批評的、工業的に成功を収めたが、トレードアナリストは、映画の良質なコンテンツと、アクシャイの知名度を考慮すれば、より良い成績を残せただろうと分析している。同年8月公開の、ワンスア Upon a Time in m u 2では、監督のミラン・ルトリアから、 名指しで、障害イブ、カーン役に起用された。しかし、同作の興行成績は、平均以下となり、ボックスオフィスインディアでは、失敗と判定されている。批評家からは、賛否両論となったが、アクシャイの演技は大多数の批評家から絶賛され、GE、シネアワード最優秀悪役賞に、ノミネートされた。同年8月に、ボスで、シブパンディット、 アディティラーをハイダリーと共演した。同作は、比較的好意的な評価を得ており、国内興行収入は5億4000万ルピーを記録した。2014年に AR ムルガダースの、ホリデー、A ソルジャー is never off duty に出演し、同作は10億ルピー以上の興行収入を記録した。また、非評価からも高く評価されている。同年11月に、ザ・賞金ズで、 本人役で出演した。2015年初旬に、ベビー、ガッバル再びに出演した。同年8月に、ブラザーズ、10月に、シーン・イズ・ブリングに出演している。ロボット2.0予告編公開イベントに出席する、ラジニカーンと、アクシャイクマール、シャンカール、ロボット2.0撮影時のアクシャイクマール2016年1月に出演した、エアリフト緊急空輸は、 工業的な成功を収め、同月6月には、ハウスフル3に出演した。同年8月に、ルストムの裁判に出演して、複数の映画賞にノミネートされ、20億ルピーを超える、工業成績を記録した。同作では、ナショナルフィルムアワード最優秀主演男優賞を受賞している。2017年8月には、インドの屋外排泄問題を題材にした、トイレ、 イーク・プレム・コット・デブーミー、ベード・ネー・カルと共演した。アクシャイは、マディア・プラデシュ州でトイレを設置するプロモーションを行った。2018年2月に、パッドマン5億人の女性を救った男で、ソーナム・カプール・ラーディカ・ー・アープテイと共演した。同年11月に、ロボット2.0で、タミル・5映画デビューし、ラジニ・カアントと,と共演した。2019年3月には、 さらがりの戦いの題材にした、ケサリ、ケサリ21人の勇者たちでパリニーティ・チョープラーと共演し、20億ルッピー以上の工業成績を記録した。同年8月には、マーズ・オービターミッションに関わったインド宇宙研究機関の科学者たちを題材にした、ミッションマンガルガケプチチームの火星打ち上げ計画で、ビディアン、バラン、タープシー・パンヌ、ニティア・メーノーン、シャルマン、 ジョーシー、ソーナークシー・シンハーと共演した。同年10月に、ハウスフル4に出演し、同年12月には、グッド・ニュー・イズでカリー・ナ・カプールと共演した。アクシャイ・クマール、トゥインクル・カンナー夫妻2001年1月17日、アクシャイは2度の婚約を経てトゥインクル・カンナーと結婚した。彼女との間に一男一女を設けている。アクシャイは、 普通の子供として育ってほしいという考えから子供たちをメディアの取材から遠ざけている。アクシャイは体型維持のためにキックボクシング、バスケットボール、水泳、パルクールを併用して行っている。また空手の指導のために武道学校の開設を目指しており、マハーラ・アシュトラ州政府からバヤンダールの土地を学校開設のために割り当てられた。2004年にはナショナルジオグラフィックで テレビ番組、セブンデッドリーアーツウィズ・オクシェイ・クマールを解説した。2005年には、片山流の黒帯を取得している。カナダと密接な交流をしており、ウィンザー大学から名誉博士号を授与され、同国の市民権も取得している。ただし、インドでは二重国籍が禁止されているため、在ンカナダ人という扱いになっており、カナダのオリンピック制かランナーの一人に選ばれている。 2019年12月にカナダ市民権を放棄する意思を表明した。彼はこれについて、私はインドのパスポートを申請しました。私はインド人であり、毎回そのことを証明するように言われるのは辛いのです。私の妻と子供はインド人です。私はインドで納税し、私の人生はインドにあるのですと語っている。経験な シバハヒンドゥ京教徒であり、ビシュノデビーマンディア寺院などのインド各地の寺院を定期的に訪れている。また、絶対禁止主義者でもあるが、かつては特定の種類ブランドを愛好していた。受け取っている出演料の大半はダーナに費やしており、サルマンカーンが設立した事前団体に500万ルーピーを寄付している。2013年時点で、アクシャイは、 オリウッドで6年連続高額納税者に選ばれていた。ルストムの裁判でナショナルフィルムアワード最優秀主演男優賞を受賞するアクシャイクマール、パッドマン5億人の女性を救った男でナショナルフィルムアワードその他の社会問題に関する最優秀映画賞を受賞するアクシャイクマールこれまでにフィルムフェア賞を2回受賞、13回ノミネートされており、 ナショナルフィルムアワードを1回受賞している。2009年にインド政府からパドマシュリー勲章を授与され、2011年にはアジアンアワードの特別功労賞を受賞している。ありがとうございます。